皆さんどうもこんにちは。 いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。1言で、60過ぎたら絶対買え、買わないとロゴに数百万円損します。60過ぎたら絶対買うべき、激安商品3連発について、2言で、60以上の医者が全員買ってる、1000円以下で買える、神の若返り商品を暴露について、解説していきたいと思います。 さて 円安物価高の今いくら健康に良いアイテムであっても高すぎたらそりゃ皆さん手が出ませんよねそりゃいくらでもお金あるならめちゃくちゃ高いが健康に良いアイテムというのは確かに存在しているでしょうですがそういったものをご紹介したところで多くの人はなかなか手が出ないというのが正直なところでしょうから本日は100円から1000円以下で買えてしまうような超コスパの良い健 健康アイテムだけを厳選してご紹介していきたいと思うんです。そのため、今あまりお金に余裕がないですという方であっても、ぜひね、最後までご覧いただけますと嬉しいです。そして、お金がなくたって別に私たちは工夫次第で健康になれるということもぜひ知ってほしいんです。それでは早速1、一言の60過ぎたら絶対買え。買わないと老後に数百万円損します。60過ぎたら絶対買うべき。 激安商品3連発から解説をスタートしていきますさて、早速にはなりますが、60歳以上になったら何が何でも絶対買うべき商品を3つほどご紹介していきましょう。まず一つ目に紹介したいのは、100均のゴム風船であります。さて、いきなり何を言うんだと思われたかもしれませんが、ゴム風船は100円ショップなど、どこでもものすごく安く手に入れることができますよ。 実はこのゴム風船というのは買わないのがもったいないぐらい安くて健康効果が絶大のめちゃくちゃコスパの良い健康グッズと言えますゴム風船が健康に良いと言われたってちょっとイメージしづらいかもしれませんねまずは騙されたと思ってゴム風船をお近くの100円ショップなどで買ってきてそれを膨らませてみてほしいですゴム風船を膨らませるとき思いっきり息を吸い込み 吸い込んだ息を一気に吐き出す必要がありますよねこの時普段使っていないような胸の筋肉や肺が引き伸ばされてなんだかストレッチをした後のような爽快な気分になりませんでしたか実はこの時皆さんの肺の周りにある呼吸筋が一 気に収縮しているんですそしてこのようにゴム風船を使って呼吸筋を鍛えるということが実はものすごい健康効果につながるというわけなんです私たちは普段何も意識しなくたって呼吸をしておりますよね呼吸というのは大きく分けて意識せずに行う浅い呼吸そして意識して行う深い呼吸の2つがありますこれらのうち一つ目の意識せず とも行う浅い呼吸というのは私たちが生きていくために必要な最低限の呼吸です逆に言うと意識せず呼吸していれば酸素を吸って二酸化炭素を吐くために必要最低限な呼吸禁止か動かないということになりますこのように意識せずに浅い呼吸だけしているのは言ってみれば寝たきりの状態とあまり変わりません寝たきりの状態というのは呼吸も心臓の心 も腸のぜ動運動も全てが生ききるためのの必要最小限の動きになってしまいまいすよねその状態では生きるために必要な運動プラスアルファの動きがありませんから全身がどんどん衰えていってしまいますつまりですよ意識せずに浅い呼吸ばかりしていると知らないうちにあなたの呼吸筋という大切な筋肉がどんどん老化していってしまいます 呼吸筋が衰えたとしても別に最小限の呼吸ができるんならいいんじゃないですかと思われる人多いかもしれませんね。ですが呼吸筋の働きというのは実は酸素を吸って二酸化炭素を吐くだけの役割にはとどまらないんです。呼吸筋には酸素と二酸化炭素のガス交換以外にも 胸郭を広げて横隔膜を刺激する働き姿勢を良くする働き肺活量がアップして体力がつくといった様々な重要な働きがあるのです風船を思いっきり膨らませるとストレッチをした後のようなすっきりとした気分になるはずです実はこれは深い呼吸によって胸郭そして胸全体が引き伸ばされ横隔膜や自律神経が刺激されるためであり ストレッチやマッサージが副交感神経を刺激し心身ともにリラックスさせてくれる効果があるというのは皆さん有名ですよね深い呼吸というのはまさに胸郭や横隔膜のストレッチに他ならないんです普段意識せずに浅い呼吸抱きしているというのはストレッチをせずに呼吸筋が凝り固まっている証拠でございます風船を膨らませるというのを習慣化すること 定期的に深い呼吸によって。 呼吸筋をストレッチすることができるんです。また、呼吸筋というのは、肺全体を覆うようにして、胸全体に広がっています。そのため、呼吸筋を鍛えれば、姿勢が良くなるという嬉しいポイントもあります。年を取ると、どんどん背骨が曲がっていき、前のめりの姿勢になっていってしまいますよね。前のめりの姿勢になると、深く息が吸えなくなるから、 息が吸えなくなる。その結果呼吸が浅くなる。その結果呼吸筋が衰えて姿勢が浅くなる。その結果さらに息が吸えなくなるという悪循環に陥ってしまいます。ですが呼吸筋を鍛えることで姿勢がまっすぐになれば息が吸えるようになる。その結果呼吸が深くなる。 その結果、呼吸筋が鍛えられ姿勢が良くなる。その結果、さらに息が吸えるようになるというね、好循環に持っていくことができるんです。さらに姿勢を良くすることは前向きな気持ちになったり、自信アップにつながったりと、メンタル面でも良いことばかりです。実際これは気分的な原因だけじゃなくて姿勢を良くすることによってなんと血液中のテストステロンのレベルが上昇するという実験結果 結果によっても示されていることでございますそして 風船によって深い呼吸を意識することの何よりのメリットが普段意識していない浅い呼吸までもが深くなってしまうというメリットです。普段から風船を膨らませることを習慣化することで深く呼吸することが癖になります。すると無意識に呼吸している時の呼吸までもが深くなりあなたの肺活量がどんどんアップしていくんです。 実は肺活量がアップするというのは健康にとってメリットしかありません。肺活量がアップすれば一回の呼吸によってたくさんの酸素と二酸化炭素がガンガン交換できるわけですよね。つまり呼吸による換気効率が良くなるというわけなんです。 一回の呼吸でたくさんの二酸化炭素がわーっと吐き出せるようになればそれだけあなたの血液が綺麗になるということを意味します。つまり普段の呼吸が深くなることは血液のサラサラ度にまで良い影響を与えるということ。こんなに素晴らしい健康効果の数々が100円ショップで買えるただのゴム風船によって手に入ってしまうわけですから驚きです。あまりにもコスパが良すぎる健康法でちょっと ちょっと秘密にしておきたいぐらいだったんですが、ぜひ今すぐ実践していただき。 深くて健康的な呼吸筋を手に入れてほしいと思います。もちろんね、このように言うと、いやいや、ちょっと待ってください、竹見さんと。別にね、わざわざ風船なんか膨らませなくたって、自分でめちゃくちゃ頑張ってスーハースーハーして、深呼吸する習慣を身につけてあげれば、呼吸筋鍛えられるんじゃないですかと、そのように思う人いるでしょう。まあ、確かにね、それでも呼吸筋をある程度鍛えることはできると思います。ですが、やはり、 風船などの道具をを使った方ががより効率的に呼吸筋鍛えるることでできるんですまた、風船などの道具を使わない限り、なかなか深呼吸して呼吸筋を鍛えるという習慣を続けるのは難しいというか、つまらないというか、まあなんだかんだ、継続できない人が多いと思うんです。風船を買っておいて、目の前に風船置いておけば、あれちょっと風船あるから、ちょっと私膨らませてみようかしらと、 えるわわけけでですすすからその習慣も続きやすいわけですまあとにかくぜひね健康で痛いのであれば呼吸筋をしっかりと鍛えていただくようよろしくお願いいたしますそれでは次二つ目に紹介したい60過ぎたら絶対買うべき激安商品は島村のレッグウォーマーでありますさてゴム風船とともに安いにもかかわらずものすごい健康効果が得られてしまう最強のコスパアイテムがレッグウォーマーであります 年を取れば誰もが冷え性に悩まされるようになりますよね。特に 冬場の足の冷えというのは大敵でございます。足が冷えるということは、良いことは何一つありません。足が冷えることによって、例えば、血液が溜まって詰まりやすくなるとか、集中力やメンタルが低下するとか、活動量が落ちて、みるみる老化するといった風に、数々のデメリットが生じてしまうからです。特に注意しなければいけないのは、足の冷えによる血流の低下でしょう。皆さんは、エコノミークラス 症候群というものを聞いたことあるでしょうか エコノミークラス症候群というのは長時間飛行機のエコノミークラスに乗って足を動かさずにいることで足の中の血液が固まってしまうことであります足というのは心臓から最も遠い部位でありなおかつ体の最も下側にありますよねそのため心臓のポンプ作用が働きづらくて重力の関係で足の血液が訴えしやすくなってしまいます怪我をして 血が出た時のことをイメージしていただければわかりやすいと思いますが血液というのは氷点下の川と同じで流れているうちはサラサラですが流れが止まると途端に固まってしまいますこうして足で固まった血液の塊が肺に詰まって息はできるのに窒息してしまうという恐ろしいことになるのがエコノミークラス症候群であります実はこのエコノミークラス症候群は 後期だけでなく家でも起きることがございますその原因が足の冷えです血液というのはあらゆる他の液体と同じで冷たくなるほど固まりやすくなります そのため、家でソファーで座っている時などでも、足が冷たいまま放置していれば、血液が固まり、エコノミークラス症候群と同じようなことが起きてしまうケースがあるわけです。また、血液が完全に固まるほどではないにしろ、冷え症によって、血液がドロドロになってしまうというデメリットもあります。ドロドロになった血液は、心筋梗塞や脳梗塞といった、血管が詰まる系の病気のリスクになりますから、 にしても冷え性というのは放置すると大変危険な症状なわけですまた冷えは体だけでなく心や脳にも悪影響を与えます誰でも冬になると夏に比べて気持ちが落ち込みがちになるものですよね寒いと気分がダウンしてしまうのは自律神経の働きのせいであると言われています寒い時は体からどんどん熱が出ていきますからできるだけ体力を温存するため に体が省エネモードでは喜怒哀楽といった感情の波も小さくなりますから気分が落ち込みがちになります。 また、足が冷えていると、常にあなたの脳の一部が不快感を感じ続ける状態になります。こうして不快感を感じていれば、たとえ無意識であっても脳の容量が奪われてしまい、集中力が低下してしまいます。さらに冷えで問題となるのは、活動量の低下です。先ほどの通り、寒いと体が省エネモードになるため、あまり動かなくなりますよね。夏と 冬とっては冬の方がソファーから立ち上がったりとかベッドから起き上がるのが面倒になるのはこのためと言えるでしょう。 足の冷ええがががあるととた夏でも活動量が低下してしししてててままいい全身どどんどん老化していってしまうことになりますこのように冷えというのはね、良いことが一つもないんです。そんな冷えを予防するために、ぜひとも活用していただきたい商品は、レッグウォーマーになります。レッグウォーマーは、先ほどのゴム風船のように、さすがに100円ショップでは買えないかもしれませんが、近所の島村などで700円ぐらいで買え りますよねレッグウォーマーを着用している状態としていない状態とで脳活動を調べた実験によるとレッグウォーマーをしている状態では仕事の効率がアップするという研究結果が出ていますさらにレッグウォーマーを着用すると脳の前頭葉という部分の血流が増加し脳細胞が活性化することまで分かっているんです前頭葉というのは 感情のコントロールや記憶、判断力など思考力全般に関わる重要な脳の部位です。認知症ではこの前頭葉が早いうちから萎縮してしまうことも知られていてわずか数百円のレッグウォーマーだけで認知症予防にもなってしまうというわけです。またレッグウォーマーは足の冷えを予防してくれるだけではありません。レッグウォーマーは適度な圧迫感がありますから足首から腹 クラハギまでをマッサージしてくれる効果もあるのです。 ある程度年を取ってくれば血液だけではなく水までもが足に溜まるようになりむくみが出てきてしまいますよね。レッグウォーマーを着用すると軽いマッサージ効果のようにこういったむくみまで取ってくれる効果が期待できるんです。わずか数百円でこれほどまでの効果があるのなら買わない手はないと思います。めちゃくちゃコスパが良いと思います。 それでは次3つ目に紹介したい60過ぎたら絶対買うべき激安商品はシルク素材の枕カバーでございますさて皆さんは寝具にはこだわっていらっしゃるでしょうか健康のためには良質な睡眠が不可欠であるというのはよーく言われていることですよね特に年を取ると眠りが浅くなってただでさえ睡眠の質が下がっていくものです そのため、60を過ぎたら、なおさら、シングにはこだわって欲しいわけです。ですが、シングの問題は、とにかくやっぱね、お値段高いということですよね。マットレス一つを取ってみても、最近では、なんと数十万円もするものも、ざらにあるじゃないですか。数千円程度のマットレスでは、 すぐに下手ってしまいますし、とはいえシングに10万円というのはちょっとなかなか厳しい出費であると言えるでしょう。また、 掛け布団にしても良いものは1万円以上しますし最近は枕でも YouTube などでインフルエンサーがおすすめしているものはちょっとお値段が高いものばかりですそれもそのはずで睡眠の質がこれほどまでに強調されている世の中において寝具というのは未だかつてないビジネスチャンスだからですまず断っておきたいのは確かに寝具が大事なのは間違いないということ寝具の質が 睡眠の質に直結するのは事実ですし、できることであれば寝具にはこだわるべきであると言えるでしょう。ですが、本当に数十万円もするマットレスが必要なのかと言われると疑問が残るところであります。確かに床で寝るのとマットレスで寝るのとでは睡眠の質には大きな差が出るでしょう。ですが、1万円のマットレスと10万円のマットレスはそこまで違いがあるでしょうか 0円の床で寝た時の睡眠の質が100点満点中10点ぐらいだったとしましょう。 1>, 1万円のマットレスで寝れば睡眠の質は70点ぐらいまで爆上がりするはずですそして10万円のマットレスにすれば確かに80点ぐらいにはなるのかもしれませんですが8万円も出してたった10点しか違わないと考えるとまあ人によってはちょっとコスパ悪すぎじゃないかと思うかもしれませんね8万円あればマットレスよりむしろ睡眠に良い食生活を目指した方がはるかにコスパよく睡眠の質を上げることも可能 とも言えま,すまあつまりは何が言いたいのかというと10万円を超えてくるようなマットレスを買う前にまず食生活とか運動などもっと安くてお金をかけずとも見直すべきポイントはたくさんあるということ。 ですが、たった一つだけ、わずか1000円程度で爆発的に睡眠の質を上げてくれる素晴らしい寝具が存在しています。それがシルクの枕カバーであります。そもそもなぜ私たち人間は睡眠を取るのでしょうか いろんな説がありますが少なくとも脳を休ませるためであるという点では多くの研究者が一致していますそしてその脳が乗っかっているのがね他でもない枕なわけですよねさらに言うと枕カバーは私たちの頭や顔に直接触れる部分でありますだからこそその枕カバーにこだわるだけでも相当の睡眠の質アップが期待できるということ私たちの顔にはものすごいたくさん 酸の神経が集ままっていますそして顔の皮膚というのは刺激に対して非常に敏感で枕カバーの感触が悪いと寝ている間ずっと不快な刺激を受け続けることになりますそんな状態では脳も休まるわけがありませんよねそこでシルクの枕カバーの出番ですシルクの枕カバーというのは枕カバーの中でも最も刺激が少ない素材になっていますおまけに わずか数千円で買えることから睡眠の質を上げるには最高にコスパの良いアイテムと言えますおまけに刺激が少ないだけでなく枕カバーには次のような数多くのメリットがあります1吸水性性や速乾性に優れている2 お肌に優しい。3. 化学繊維によるデメリットがない。こういったメリットがあります。私たちは寝ている間気づいてませんが、意外なほど多くの汗をかいているんです。吸水性のない枕カバーだと、寝ている間にびちょびちょになり、寝心地が大変悪くなってしまうことがあります。その点、シルクの枕カバーであれば、吸水性と速乾性に優れているため、湿気のせいで不快感を感じてしまう恐れがありません。 また肌への刺激がないということはそのまま肌に優しいということを意味しています私たち人間は寝ている間にね何度も何度も寝返りを打ってますから常に仰向けで 頭に枕をつけているだけの状態じゃないんです。横を向いたりとか、うつ伏せになっていれば、枕に大切なお顔のお肌をこすりつけていることになるんです。もし、枕カバーが紙やすりのようなガサガサの素材だったら、寝返りをするたびにお肌が傷ついちゃいますよね。そんなことになってしまったら、せっかくのお風呂上がりのスキンケアが台無しになってしまいます。また、お肌に優しいということは、その、ま まににも優しいといととうことになりますそのためシルクの枕カバーは健康だけでなく美容にも良い効果があるんですそして100%シルクのものであれば化学繊維を吸い込んでしまうデメリットがないというのも嬉しいポイントになります 寝ている間はたくさん呼吸してますから枕カバーに体に悪い化学物質が使われていればそれを全て吸い込んじゃうということになるのですシルクであれば天然素材ですから多少吸い込んでしまっても害はないでしょう このようにシルクの枕カバーには美容や健康にとってのメリットが盛りだくさんなわけです。おまけに1000円ちょっとで買えてしまうというわけですから、シングの中では最もコスパに優れたものだと言えます。もちろんお金にね、めちゃくちゃ余裕のある方であれば高級マットレスを買って試してみていただいてもいいとは思いますが、みんながみんな10万円を超えるようなマットレスを買えるわけではありません。お金にあまり余裕 はないが睡眠の質はアップさせたいなぁと考えている人はぜひこの機会に枕カバーからまず見直してみてはいかがでしょうかそれではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います一元まとめこの一元で紹介した60過ぎたら絶対買うべき激安商品は次の3つでした1100均のゴム風船 2、島村のレッグウォーマー3、シルク素材の枕カバーそれでは次2元で60以上の医者が全員使ってる1000円以下で買える紙の若返り商品を暴露ということを解説していきたいと思いますさて2元でも引き続いて 1000円以下でみるみるうちに若返ってしまう神アイテムについて合計5つサクサクとご紹介していきたいと思いますまず一つ目に紹介したいのは細胞レベルで潤うための3種の神器でありますさて60歳を超えたら絶対に注意してほしいのが乾燥です乾燥というのは冷えと並び立つほどの私たちの健康を脅かす大敵と言えるでしょう60歳以 以上になって急速に悪化する三大乾燥としましてはお肌の乾燥喉などの呼吸器の乾燥目の乾燥の3つを挙げることができますたとえ同じ質の部屋にいても若い人と60代以上とってはこれら3つの乾燥の度合いが全く異なります これは加齢によって体の保湿力自体が低下してしまうためです。ですので普段から加湿して部屋の湿度を保つということも大事なんですが、それだけではまだ足りません。 実際どれほど過失をしていてもお肌が乾いてかゆくなったりドライアイで目が痛くなってしまう人もいるはずです砂漠に水をまいてもあっという間に元の砂漠に戻ってしまうようにいくら湿度を高くしたところで体の保水力を高めないことにはどうしようもないんです そこで60歳を超えたら、ぜひ先ほどの三大乾燥を予防するための三種の神器、ハンドクリーム、マスク、目薬の三つを常備してほしいです。まずはハンドクリームです。年を取ると 手も含めて体の至るところが乾燥していきますよね。そのためぜひとも全身に保湿クリームなどを塗ってほしいんですが、そのような保湿クリームはお風呂上がりに1日1回塗れば十分ですし、それ以上は塗れないという人が多いでしょう。ですが一方でハンドクリームというのは気づいたら塗るぐらい頻繁に塗ってほしいんですね。なぜならば手というのは日常的に様々なものに ペタペタと触れるため塗ったそばからハンドクリームが剥がれていって保水力が低下してしまうからなんですコロナが流行っていた頃などは何かを触ったら消毒をするのが皆さん癖になっていたという人も多いでしょうそれと同じように何か手で作業をしたらその都度ハンドクリームを塗るというぐらい手の保湿を年齢を重ねるにつれて癖にしてほしいわけです手が乾燥してしてまうとどどんどんシワや 赤切れが増ええてていき見見た目的ににも老けて見える原因になってしまいますますた60代のうちから手の乾燥を放置しておくとどんどん手が老化して皮膚がゴワゴワに硬くなっていき70代ぐらいから手が動かしづらくなっていきます 手が動かせなくなると認知機能は一気に低下してしまうため今のうちからハンドクリームを塗っておくというのは認知症予防という観点からも重要なことです。 一方で、呼吸器系の乾燥を予防するために、ぴったりのアイテムがマスクです。せっかくコロナの流行も終わったのに、今更、マスクなんてして出かけたくないよという方も多いかもしれません。もちろん、年がら年中マスクをつけっぱなしにしておく必要はないんです。ポイントは、水が飲めなかったりとか、喉飴が舐められないような、喉が乾燥してしまうシーンで、マスクを活用するということ。水が飲めたり、喉飴が舐められるので、 であれば直接水分を喉に供給して乾燥を防ぐことができますよねですが仕事などでどうしても水が飲めない時もありますこういう時はマスクをして喉の乾燥を防いであげるようにすれば良いんですまたこの時のマスクは感性予防ではなくて保湿が目的ですから浮上服よりも保湿性の高い厚手のものがおすすめになります最近コンビニなどで見かける ススチーム式の保湿マスクなんかかも効果的でですすら試しししてててみいそ最後は目薬であります目薬といってもおすすめなのは目の保湿力自体を高めてくれる目薬でございますドライアイというのは先ほどの砂漠の例と同じで目薬を刺しても刺しても目が乾いてしまうような状態ですこれは目の表面の保湿成分であるムチンという層が破壊されてしまっているためです ですそのため辛いドライアイに悩まされている方はこの無鎮層を修復してくれるタイプの目薬を指すのが良いでしょうおすすめはこちらの2つになっています私たちの目の表面というのはこのように油ののの層層と2枚によってて保護されているんです1つ目のヒアレイン S という目薬はヒアルロン酸が配合されていて無鎮層の水分を保持してくれる効果がある目薬になっています っています一方で2つ目のスマイル潤いタイムという目薬は天然のナチュラルオイルが配合されていて目の最も表面の輸送を作って無沈層から水分を逃さないように閉じ込めてくれる働きがありますそのためこの2つを組み合わせることでただ乾いた目に水をやるだけでなく目自体の保湿力をアップして乾きにくくしてくれるというわけです是非これらハンドクリームマスク目薬目薬の 3つを駆使して感想とは無縁な生活を送り大切な健康を維持していただきたいと思いますそれでは次2つ目に紹介したい60以上の医者が全員使ってる1000円以下で買える神の若返り商品はオーディオブックでございますさて日頃から皆さんは読書をしていらっしゃいますか読書というのは 数ある趣味の中でも最高の趣味であると言います。読書は一人でできますから、煩わしい人間関係に惑わされることは一切ありませんよね。また、 図書館に行けばいくらででも無料で良質な本が読めてしまいままますかかからお金もかかりません、まあ、買ったとしても、本自体はそんなに高いものではありませんから、そんなにお金のかかる趣味にはなりません。さらに、読書というのは、知識がアップしますので、自分にとってめちゃくちゃプラスになる趣味なんです。このように、無料で一人でできて、自分磨きにもなってしまうという点で、60歳以上になったら、ぜひとも積極的に読書を 読書をしていいいたただきたいと思いますですが一方で問題になるのが老眼でございます老眼は早くて40代で一気に進行し60代にもなれば老眼でない人の方が少ないぐらいですよね老眼になると近いものが見えづらくなりますから読書をするのがとても大変になってしまいます老眼のまま無理に小さい文字を読もうとすると首や肩が凝り固まって血流が悪くなり頭痛や痛悪くなます や吐き気いいいがしてしししてまうといううとと方もいらっしゃることでしょう確かに60代以上の皆さんにとって読書は素晴らしい趣味ではありますがこの老眼というものだけがネックになるんですですが現代というのは本当に便利な社会になりましたなんと今では多くの本が文字を読まなくても耳で聞くだけで読めてしまうようになったんです今皆さんがご覧になっているこの YouTube もそのような読んで聞く本の一例です でであるると言えるでしょう皆さんの中にもね、この動画を目で見てなくて、音だけで聞き流しているなんていう方も結構いらっしゃると思います。実際私もできるだけ耳だけで聞いても分かりやすく楽しめるように動画を作っていますので、そのように目で見ず、耳だけで聞いて学んでいただくというのは決して間違ったことではありません。間違いどころかむしろ60代以上になったら、こういった耳で聞く本を ぜひ積極的に活用して欲していんです60を超えると老眼だけでなく今度は白内障や緑内障といった本格的な目の病気にも悩まされるようになります少なくとも現代の医療では目の老化を完全に食い止めることは不可能でありますもちろん目の老化とともに耳の衰えも進行していきます年を取れば目が見ええづらくくななるだけでなく難聴によってどんどんん聞こえも悪くなる っていくことでしょうですが多くの人は少しぐらい難聴になってもイヤホンなどをすることできちんと動画や本の内容を聞き取ることは可能なはずなんです。また脳の聴覚を司る部位は実は記憶に関わる部位と非常に近い場所にあることから耳で聞いたことの方が目で見たものよりも記憶に残りやすいと言われています。ちなみに私の場合ですが目で見るよりも圧倒的に耳で 聞いた方が分かりやすいですから受験勉強の時なんかはよく英単語をね耳で覚えておりました、まあこのような理由でね耳で本を読むというのは60代以上の方にとってはふってつけの勉強法と言えます耳で聞く本といえば youtube だけでなく最近では アマゾンのオーディオブックなども有名ですよね。オーディオブックは自分で好きなように再生スピードを変えられたり、前回中断したところから再生できるなど、非常に便利な機能が盛りだくさんとなっています。最初のうちは慣れない耳読書に違和感を覚えるかもしれませんが、何冊か読むうちにすぐ慣れてしまうでしょう。目で読む本とは違って、耳で聞く本は圧倒的に疲労感がありませんから、長時間読んでいても疲れません。年を取った ら無理ににに目を酷使しよようううとととせず潔く耳に頼るようにするすいうのも大事なことなこんですそれでは次3つ目に紹介したい60以上の医者が全員使ってる1000円以下で買いちゃう紙の若返り商品はカツラでございますさて日本人の平均寿命は80歳を超えてますから60代になってもまだまだ自分は若いというつもりの方も多いことでしょうそのように自分の若さを 誇りに思うことは心を若々しく保つという点で非常に大事なことですもう60だからなんていうネガティブな口癖がある人はまだ60なのに80ぐらいに老けて見えちゃいますよねいい歳をして若作りなんかしてそんな風に周囲に思われてしまうかもそんな世間体は気にせず人生最初で最後の60代だからこそ目いっぱい若く楽しんでいただきたい とと思いいますとはいえ一方で60代ととといいううののは自自分自身の老化を受け入れるということも大事な時期になってきます60代になって20代の頃のようにクラブで徹夜で遊んだりなどしたらその後1ヶ月は体調を崩してしまうかもしれません60代なのに子供の頃のようにジャングルジムからピョーンとジャンプしたらそのまま股関節の骨を折っちゃって二度と歩けなくなっちゃうかもしれませんよね、まあ つまりは自分自身の老いをある程度受け入れた上で自分の体が許す範囲で若々しくいるということが健康には大切なわけですそしてそんな60代の皆さんに是非とも直視していただきたいのが髪の毛ですこれはちょっと耳に痛い話かもしれません 皆さんは自分の髪をきちんと後ろから見たことありますか皆さんにはどれぐらいの白髪があり、後ろから見るとどれぐらい薄毛が進行しているでしょうかそんなの怖くて見れないよ、見たくないよと、これまで見て見ぬふりをしてきたという方も多いかもしれません。ですが、60代にもなれば、男女問わず、白髪や薄毛というのは想像以上に進んでいるものなんです。そのためまずは 残酷な現実を直視することから始めてほしいと思いますそしてその現実をちゃんと受け入れることで初めて前に進むことができるんです白髪や薄毛が進行していることを認めて是非ともあるアイテムを活用してほしいですそのアイテムというのは カツラというとね、あまり良いイメージを持っていない方も多いかもしれません。むしろカツラよりもウィッグといった方がおしゃれな感じがしていいですよね。白髪や薄毛を白髪染めや髪型でごまかすというのは良い方法ではありません。なぜならば白髪染めには大量の化学薬品が含まれていて、むしろ白髪や薄毛を悪化させる恐れがあるからなんです。また 薄毛を髪型で誤魔化そうととすると典型的なバーコーコドハゲのようににむししろ悲惨ななことになってままいますそのため、自分はもう白髪で薄毛の60代なんだという現実をね、直視した上で、それを受け入れて、ぜひとも恥を捨て、ウィッグをつけてみませんかウィッグは高いものは本当に高いですが、頭頂部を少し隠す程度のものであれば、最近では技術も進化していて、数千円程度から変えてしまうものも ございますまずはねそういった安いものを試してみてウィッグに対する抵抗感を和らげることから始めてみてほしいと思いますウィッグをつけることでむしろ自信が生まれ心の中から若々しくいられるようになるはずですまだ60代なのにカツラなんてといったふうに現実を拒んでいては決して前には進めません ぜひともおいを受け入れた上で皆さんの年齢に合った若々しさというものを目指していただきたいと思うのです。さて、いかがでしたでしょうかそれでは2弦の内容を最後にまとめておきたいと思います。2弦まとめ。この2弦でご紹介した60以上の医者が全員使っている1000円以下で買える神の若返り商品は次の5つでした。1、ハンドクリーム。 2保湿用マスク3ヒアレイン S やスマイル潤いタイムといった目薬4オーディオブック 5カツラやウィッグさて、いかがでしたでしょうか皆様、本日はね、だいたいまあ1000円ぐらいで買える素晴らしい商品たちをご紹介してきております。もちろんね、もっともっとお金を出せるのであれば、もっといい商品も見つかるのかもしれませんが、今日紹介したものは、マジでこれが製品でいいんですかと、びっくりしちゃうくらい、コスパがめちゃくちゃ良いものになっています。10万円以上出して100点だとすれば、まあ90点ぐらいにはなるような商品ばかりだった なのでぜひお気軽に試してみてほしいと思います本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました